さんのマイク位置高っ、でしょ、ふざけてんじゃん。一回浅草に怒られてテンション下げたやろ、こいつ。今日はね、もうずっと飛び跳ねてますから、ね、昨日からもう楽しみだった。楽しみです。楽しみだったです。はい、嬉しい。でもね、さっきね、そこで、あ、次国田じゃんつってどうっつったら、遠足気分抜けましたって言ってたの。今無理やりですよ。緊張した。緊張しちゃうんですね。ドキドキ。今無理やりですよ。ふっほっほ、よいしょよいしょよいしょ、よいしょー、よいしょー、セホーみたいな、よいしょー、よいしょー、お前邪魔だよ、見せえな、セホーセホーって言ってねえし、皆さんも自然とね、お祭りですからね。ますから、うん、そうなんですよ。はい、準備でいい。準備でいい。それでは準備の方は、はい、ましょう。それでは行っていただきましょう。はい、森下くにかです。どうぞお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。リストル大感謝祭2015、これから歌います、ギター弾き語りシンガーソングライター森下くにかと言います。よろしくお願いいたします。本当に、このステージに立つとより分かるんですけれども、この1年間どころじゃないですね、本当に2年間、3年間、お世話になった皆様がいることがすごく、さっきも ね 裏にいるときに遠足気分抜けちゃうぐらい緊張したんですけれども、すごく心強く感じます。1曲、今日1年を、象徴する、僕の男らしくなりたいソングを1曲演奏しようと思います。セカンドシングルからだるまさんが転んだ、聴いてください。
るようになったのはまるでだるまさんが転んだみたいなお遊びだ。さりげなく近づいて横目で君を見る。君のそばにいたいのにバレる。ディストル感謝祭2015お越しくださいまして本当にありがとうございます。ギター弾き語りシンガーソングライター森下栗太でいます。今日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで1曲目は、だるまさんが転んだという僕森下栗太の男らしくなりたいソングを聴いていただきました。今年1年間、僕はずっとね走り続けてきたんですけれども本当に改めてこの場で皆さんに感謝の気持ちを伝えていけたらなと思っております。実は今年7月10日に初めてのホールワンマンライブを行いました。岩間市民プラザという会場で100名集客挑戦の岩間ホールワンマンライブ、その日100名集客を目標に挑戦を始めて無事に130名ソールドアウト、その日迎えることができました。本当に皆さん応援してくださってありがとうございます。そして、さらにその後、7月10日そのホールワンマンライブの日から、先々週12月10日まで、CD500 枚販売挑戦という、5ヶ月間 CD500 枚販売挑戦という挑戦をしていました。本当にちょっと前まで2週間前までやっていたんですけれども無事にというか、目標の500枚を上回る、559枚という数字で、最終的にフィニッシュすることができました。本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。こうね、改めてこの活動を通してたくさんの方と出会うことができて、そしてまたたくさんの方と、より思い出を、ね、深く刻むことができました。この挑戦、僕自身始めるときにすごいちょっとだけね嫌だったというか少し自分にはできないんじゃないかっていうのを、抱いてしまっていて最初100名集客っていうのも全然、もう実感が湧かないというか、無理なんじゃないかってどこかで思っていて1年前に、30名のワンマンライブですごいギリギリ30名、達成したんですけどもそれが1年経って何がどう変わったのか僕の中でどう変わったのかっていうのも分からなくて、すごいこう自分の、ね、限界を超える挑戦みたいな感じで、行ってきたんですけれども、無事にその目標挑戦を、超えて、さらには CD 枚数挑戦も本当にずっとね下回っていて1ヶ月あたり100枚売らなきゃいけないのも200枚、2ヶ月経って150枚とかそういう状態がずっと続いてもうどこかで自分にはできないんじゃないかって思ってしまいながらも最終的に皆さんが支えてくださったおかげで目標挑戦達成することができました。今回あちらにですね各アーティストが1文字今年の1漢字1文字っていうのを書いているんですけれども僕それを踏まえて超えるという文字を書きました。
走るにメスっていうね書いて、走るにメス超える超ですよ、超スーパー森下ですよ大丈夫かこれ、ね、ありがとうございます。ちょっと、ね、今こちらに向けていただいたんですけど、あれ走るっていう数じゃない文字をね、僕あのずっと走り続けてきたので、これを走り切りたいなと思って、最後止めをね止めずにこうずっと全部払いまくって、力強く払いまくってからねメスを書くっていうね、僕なりにコンセプトを書いて、コンセプト決めてね、書きました。よかったらねこの後も、あちらいっぱいね、今日ブースが出ていますので、ぜひぜひ楽しんでいっていただけたらと思います。そして、僕っていうかあちらにですね、本日コンピレーションアルバム、コンピレーション CD が、発売開始となりました。今日限定100枚なんですけれども、ありがとうございます。1時から、50枚、もう早速完売して、この後5時からまたこちらディストルコンピレーション2、販売開始となります。また50枚残り50枚となりますので、5時になったらぜひぜひ、皆さん手に取っていただけたらと思います。ディストルアーティスト4組の、音源が収録されていますということで、僕森下邦太が、その CD に収録されているしている音源を1曲、音源の楽曲を演奏しようと思います。ありふれた景色とか、そういう日々を楽しんで生きていきたいなと思って書いた楽曲です。人生メリーゴーランド聴いてください。笑っていた子供の僕
人生メリーゴーランドという曲を聴いていただきました。この楽曲、あちらにね、この後5時から販売する、リストルコンピレーション2というシーンに収録されております。アコギもね、重ねまくって、撮っておりますので、よかったらぜひぜひ、この後1000円で4組アーティスト収録されているシーンに発売いたします。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけれども、僕森下くんいた今日、あと1曲歌って、終わりにしようと思います。すいませんとか言っちゃった。本日ディストル大感謝祭2015というイベントを行っているんですけれども、本当に、いつもお世話になっている方々が、今日は集まってくれてくださっています。僕は2年前の8月から、このディストルミュージックエンターテインメントの事務所に所属して、今日が3回目の感謝祭なんですけれども、本当に日に日にというか毎年、僕の、ね、知っている顔がどんどん増えていって、顔を見ればね、本当に思い出をね、思い返せるようなたくさんの思い出をね、一緒に刻んできた、皆さんとがここにいることが、ね、すごく嬉しく感じます。もともとこの事務所に所属する前は、僕一人で適当に東京で歌を歌っていたんですけれども、誰一人としてね、聴いてくださる方とかも誰もいなくって、僕の周り目の前にいる人だけが幸せならそれでいいんじゃないかって、ずっと思っていました。今回、挑戦を1年間ずっと行って、本当にたくさんの方に支えられて、最後まで走り切ることができました。こう音楽をすることっていうのがすごくこうやってみてっていうか、外から見ても多分こう本当にそれで一生食っていけんのかなってね、みんなもう誰しもがね思うような、活動ではあるんですけれども、こうやって音楽をして皆さんとできるだけたくさんの思い出を刻んでいきたいと思っています。もう本当に、たくさんの季節を過ごしてきたんですけれども、これからまだまだ、ずっと一緒にいたいと思っています。僕が歌って、そして皆さんがね、一緒にそれを歩んでいけるような、日々をね送れたらと、心から思っています。今日最後に1曲、いつも支えてくださる皆さんに感謝の気持ちを歌った楽曲を演奏して終わりにしようと思います。運命の人とかいうちょっとチープな言葉でも、今本当に出会ったことが運命だと心から思っています。君だったという楽曲を僕が、育ったというか、僕が学んで育ったミュージョン学院という学校の母校の後輩のコーラスたちと一緒に歌った音源で、最後に曲演奏して終わりしようと思います。本当に、ありがとうございます。君だった、聴いてください。
ちも色も全部決まっていたんだ。いつか見つけた時に大切にしようと思った。こんなに近くにあったのに気づかないふりをしていたんだ。鮮やかな青い空も燃えるような夕焼け、いつも隣で眺めていたんだ。頼りない月明かりも始まりを告げる朝焼けも照らしてたのは君だった。最後に曲君がたという曲を聴いていただきました。ディストル大感謝祭2015行われた、まだまだ続いていきますのでぜひ楽しんでいってください。森下圭太でした。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。はい、ありがとうございます。あ、よいしょ言うの忘れてた。そっか、そっかじゃないです。そっかじゃない。ありがとうございます。わ、そうだ、僕全然インストビューしたことがあるんですけど、いいですか。あ、ぜひ。僕実は今年2000、あららららとか、びっくりした、今俺にインストビューたこと、俺に言うのかと思った。片付けだから、お客さんにだよね。しゃっす。あ、いいよ、大丈夫だよ、まだ2015年、はい、初めてテーマソングを書かせていただきました。あ、そうなんです。ちょうどね、今流れています埼玉県の共栄大学という大学のサッカー部のテーマソングを書かせていただきました。ちょうど流れてる、これです。そう、書かせていただきました。もう本当に今年1年はね、いろんなことに挑戦していろいろ超えてやってきました。本当に、皆さん見守ってくださってありがとうございました。2016年もよろしくお願いいたします。喋りすぎかな。バイ。もっと喋っていいよ。まだ返さない、まだ返さない、まだ返さない。あ、本当ですか。こんな面白そうなやつ、そろそろ返さない。まだまだ面白そうだから返さないぞ。あららら、結局用意書少なかったじゃないですか。本当ですか。用意書、用意書、用意書、いや無理やり用意書って言わなくてもいいけど、はい、成功みたいな。よいしょ、よいしょはもういいんだよ。マイクマン、よいしょ、はい、ミスターマイク、はい、よいしょー。これ絶対来ないの、絶対来ない、絶対分かってましたもん、結末が。これはもう博士さん、どうしていいか分かってない、はい、そう、何て言えばいいのってなってますから、ね、よいしょー。ましたけども、もうね、うちのミスターマイク君もね、ミスターマイク、ミスターマイク、もうすごいよね。
この高さ。これぐらいのマイクだと思ってね、みんな歌ってもらいましょうよ。じゃあ MC じゃなくて、これからはマイクとしてもね、僕らにオファーかけてくれたらね。そうですよ。